カルディサ県は、ギリシャ共和国のテッサリアを構成する、行政区の一つ。県とはカルディサ。カルディサ県は、テッサリア地方の南西部に位置し、農業が盛んである。県とはカルディサで、この町にちなんで県名が名付けられた。カルディサ県の北は、トリカラ県、東は、ラリサ県、南東は、フティオティダ県、南西は、エトリアカルマニア県及びエブリタニア県、西は、 アルタ県と、それぞれ接している。カルディツァ県の中央部及び東部は、テッサリア平原の一部であり、農地が広がっている。一方で西部及び南部は、アグラファ山脈が連なっている。また、カルディツァの町の西側にある、プラスティラスダムは、テッサリア地方を中心とした地域に水を供給している。主な河川として、メグドバス川とピニオス川がある。 カルディツァ県の西半分はアグラファ地方として知られるピンドス山脈がそびえる地域である。人口が約3万7千人の小さな町である県とカルディツァは学術都市としての役割も果たしており、テッサリア大学やラリサ教育科学機関などの研究施設が置かれ、警察学校も本拠を置いている。現在のカルディツァ県の地域は 古代マケドニア王国やローマ帝国、東ローマ帝国、テッサリア・アワラキア、オスマン帝国の支配を経て、1881年にギリシャ王国領となり、1947年までトリカラカルディザ県として統治された。ギリシャ領となって、県の経済と農業は、急激に発展したが、第二次世界大戦とギリシャ内戦によって、甚大な被害を受けた。 1950年代には再建され、インフラストラクチャー整備が向上したが、人口の流出も始まった。1980年代には、県の経済は低迷し、失業率が増加している。カルディツァ県カルディツァ県は、以下の自治体から構成される。人口は2001年国勢調査時点。カルディツァ県の旧自治体カリクラティス改革以前の、 広域自治体としてのカルディザ県は、以下の基礎自治体から構成されていた。改革後、旧自治体は新自治体を構成する、行政区となっている。下表の番号は、渦と対応している。旧自治体欄で印を付したものはキノティタそれ以外はディモス。成長所在地欄で太字になっているものは、新自治体の成長所在地となったものを示す。ありがとうございます。